これから行う操作は、入力した文字の形で画像を切り抜く方法です。作成した後でも、文字の位置や大きさ、テキスト内容が変更できます。クリッピングマスクは、レイヤーを前面にクリップさせることで、レイヤーマスクのような働きをするものです。テキストレイヤーなど、透明部分を持つレイヤーなら、簡単にマスク領域が作成できます。クリッピングマスクを活用して、自由なレイアウトを実現しましょう。素材画像を開きましょう。素材画像は幅1920ピクセル、高さ1280ピクセル、解像度300ピクセルパーインチ、カラーモード RGB カラーを使用しています。文字列を右側に配置すると手が重なったり光源の向きが不安定になります。画像を左右に反転しましょう。イメージメニューから画像の回転、カンバスを左右に反転を選択します。画像を左右に反転することができました。このままでは人物が右側に寄っているので、画像のセンターにガイドを引いてレイアウトの参考にしましょう。表示メニューから新規ガイドレイアウトを作成を選択します。新規ガイドレイアウトを作成、ダイアログで既存のガイドを消去を有効にします。列を有効にして数に2を入力します。行を有効にして数に1を入力します。OK をクリックします。画像のセンターにガイドが引けました。人物をセンターに移動するため、背景からレイヤーに変更しましょう。レイヤーパネルで背景をダブルクリックします。新規レイヤー、ダイアログで OK をクリックします。背景からレイヤーに変更することができました。画像を左方向にドラッグして、人物をセンターのガイドに合わせます。すると、カンバスの右端が足りなくなって、透明部分を表すグリッドが表示されます。ここを違和感のないように塗りつぶしましょう。まず、足りない領域に選択範囲を作成します。レイヤーパネルで、レイヤー0をコマンドまたはコントロールキーを押しながらクリックします。シフト、プラス、コマンド、またはコントロール、プラス、I キーを押して選択範囲を反転します。足りない領域に選択範囲が作成されたことを確認してください。編集メニューから、コンテンツに応じた塗りつぶしを選択します。コンテンツに応じた塗りつぶしの設定は初期設定のままで、プレビューの結果を確認してください。プレビューに不要なものがあれば、サンプリング、ブラシツールで修正します。OK をクリックします。
コマンドまたはコントロールプラス D キーを押して選択を解除します。足りない領域を違和感なく塗りつぶすことができました。画像の右半分にかぶせるホワイトの長方形を作成しましょう。ツールパネルで長方形ツールを選択します。オプションバーでツールモードを選択にシェイプを選択します。塗りにホワイトを設定します。パスの操作に新規レイヤーを選択します。角の丸みの半径に0ピクセルを入力します。画像内をドラッグしてホワイトの長方形を作成します。ガイドにスナップさせましょう。エンターキーを押してシェイプの編集を確定します。ホワイトの長方形が作成できました。レイヤーパネルで描画モードにスクリーンを選択します。ホワイトは輝度が最大なので描画モードにスクリーンを選択しても合成結果は通常と同じです。しかしこれは重要な設定です。スクリーンの選択を確認してください。切り抜く形の元になる文字を入力しましょう。レイヤーパネルで新規レイヤーを作成をクリックします。レイヤー1が作成されたことを確認してください。シェイプレイヤーが選択されているときに文字を入力するとパスをベースラインにする機能が作動します。単独のテキストレイヤーを作成したい場合は、あらかじめ新規レイヤーを作成しておくと、スムーズな入力操作が行えます。コマンドまたはコントロールプラスコロンキーを押して、ガイドの表示・非表示を切り替えます。ツールパネルで横書き文字ツールを選択します。オプションバーで任意のフォントを設定します。作例ではコンパクタ BT を設定していますが、フォント環境はご使用のパソコンによって異なります。リスト表示される任意のフォントを設定してください。フォントサイズを設定に72ポイントを入力します。ドキュメント内をクリックして文字を入力します。ここではクリエイトクリッピングマスクを入力しました。エンターキーを押して入力を確定します。オプションバーで文字パネルと段落パネルを切り替えをクリックします。文字パネルで文字間のカーニングを設定にオプティカルを選択します。行送りを設定に64ポイントを入力します。入力した文字列をコマンドまたはコントロールキーを押しながらドラッグすると自由に移動することができます。
このブラックの文字を背面のホワイトにクリップさせることで文字の型抜きが行えます。レイヤーパネルでテキストレイヤーが選択されていることを確認してください。オプションまたはオルトプラスコマンドまたはコントロールプラス G キーを押します。文字で画像を切り抜くことができました。クリッピングマスクを作成するとレイヤーサムネイルの左側に鍵矢印のアイコンが表示されます。ホワイトの長方形にブラックのテキストレイヤーがクリップされるとこの2つのレイヤーによって白黒に塗り分けられた1つの効果が成立します。ホワイトの長方形には描画モードスクリーンが設定されています。そのため文字の部分であるブラックは中性色となって背面のレイヤーに影響を及ぼしません。しかもテキストレイヤーがそのままクリッピングマスクの働きをしているので入力による再編集が可能になるわけです。クリッピングマスクを活用した画像の切り抜きが完成しました。